はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長のお答えし、ウィズパープキット。信長誕生しないの諏訪頼重編第23話ですね。はい、ということでね、年末年始特別企画ということで300本ね、動画アップロードしましょうということでですね、アンケートで決まったので、やっております。結構まずいよね。はい。ということで、じゃあね、行ってみようかな。うん。標高51入れとこう。はい、ということで山田さん多分飽和してるんで、とりあえず様子伺うぐらいかな。うん、うん、山田さんが住んでるね。あ、出てきた。この城払い受ける。北畑智則さんってあれ、うちらにいなかったっけ？敵だったんだ。へぇ。うちらにいたような気がしたんだけど、違ったんだね。そしたら、じゃあどうしようか。俺が行った方が早いでしょ。手を打とう。進め！26,000、ちょっと、これ上の方に向けとこうか、こっち。こっち行って本願寺潰すような感じで、ちょっとこっち向けとこうか。ここだ。うん、ここら辺向けとこう。進め！うん。で、あと、もう一部隊ぐらいなんか上になんか強めの部隊を置いといて。うん。じゃあ進めとこう。ユリオンさん、ありがとうございます。次なる戦も必ずや勝つ。これ強行だね。次山田さん攻め込みは多分いける、勝てると思うんだよな。あの、勝てるというよりか従属すると思うんだけどな。どうなんだろう。ここまででかくなっちゃうと従属しないのかな。他愛もないものだ。片付けない。とりあえずこれをこっちにちょっと向けてみようか。行きます。出陣する。で、ここの来る途中にここで、あとで負けるバカだよ。まあ、行っちゃダメ。こっちで行きます。出陣する。うん、じゃあ進めていこう。みんな勝ち時を上げよう。じゃあこれを4100か。うん、ここで当てて、こういこうか。うん、こう、こう、うん、ここでまた間違える。出陣するぞ。うん、じゃあこんな感じで。ゆりやんさん、ありがとうございます。まだまだ若い者には負けぬわ。今日19日。壊さ、さされちゃいそうだね。やっぱ壊したね。うん。ホイ49。うん、出てきても勝てるからいいね。今は待て。うん。で、これ返そう。これ返そう。戦争してるところじゃないと、あれの、厳しいんで。これも返そう。さあ、この辺からちょっと集めようか。この辺に。2万あればいいな。2万。28日、うん、いいね、いいね。来月になったら先生に復刻しよう。報告いたす。ご命令を。うん。
キル使って。誰に続け。で継続あってんだね。あーまたあれか、変えなきゃダメかこれ。撤去で、巡検所ちょっとまた変えよう。ちょっと忍びの町もちょっと先、忍びの町をやってから巡検所あの作り直そう。半年間あれば結構作れるんで、3ぐらいになるかな、半年間あればね。まあ牧場あるね。うん、これか。でこのぐらいね、撤去します。で撤去、施設選択で巡検所を確認します。巡検所どうよ。解除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 。これはあれしていいか、潰しちゃっていいか。これも潰しちゃっていいね。これも潰しちゃっていいね。さあこの辺ももうこの辺はまだ潰してまずいね。ここで当たればいい感じですね。解除、この辺解除だね。したらここはもう解除、これももういらない、解除だね、これもね。あ、違う、ボタン押してね。解除解除。あ、このトイちゃんもや、トイちゃん、これどうだ？ここもう取り囲んでるからいらないね。違う。必要なのを解除するんだよね。必要なの解除。ここら辺問題ないね。撤去して。この辺さ、この辺あれだよね、撤去するのをさ間違えてあれしちゃったよね、解除しちゃったよね。まあようわからんから撤去しよう、とりあえず。じゃあとりあえず新設で漁村、ダメ、新設で巡検所を建てましょう。はっはっ、かしこまりました。ここはもうその通り行ってるから問題ない。ここら辺も巡検所建てて。はっ、承知した、承知いたしました。巡検所建てて、はっ、この鉄砲撤去で、巡検所、巡検所建てます。かしこまった。これ辺巡検所 OK だね。ここら辺撤去しようか。撤去この辺だね。ここら辺で新設で巡検所。受けたまわります。で、ここら辺立ってもここら辺だからね、行きたいのね、問題ないね。であとは漁村とか作っていけばいいね。かしこまった、承知いたしました。はっ、かしこまりました。で、貯水まださ、あれだからね、やっと3分の2っていうところだからね、まだまだだからね、まだ中盤ちょっとついたかなぐらいの感じなんですね、まだね。かしこまりました。絶対初手、最初間違ってた、これ。かしこまりました。
最初、あの、兵糧の少ない時ね、あの、2話とかなんかそのぐらいかな。かしこまりました。2、3話ぐらいの時にさ、あれだったんだよね。かしこまりました。発展水選択、漁村。すごくさ、初期の段階の時にさ、2万ぐらいさ、結局無駄な出兵しちゃって、かしこまった。失敗しちゃったんだよね。それが原因で多分、すごく時間かかったんだよね。その2万の兵糧だけで、稼ぐのに1年2年かかっちゃうんで、1年じゃ稼げれなかったね、あれ。3年ぐらいかかってたのかな、2万ぐらいで。それが原因だね、ここまで苦戦してるのはね。待機せよ。報告いたす。これより表情を始める。じゃあ肉魚本願寺潰し行こうか。軍事論議にしとこうか。対面いっぱい余ってるよ。全然使ってない。これにて表情を終えよう。干ばつ低下とかもうあれだよ、結局もう被害ゼロだよ、何があろうが。ここら辺取っとく。戦意上昇増加ゲチよ。で、宣戦布告しよう。民衆増やして我に続け。商業かしこまった。で、宣戦布告で相手にとって不足なし。本願寺がね、ごぼうになかった、大阪城になかったっていうだけでもだいぶ楽ですけどね、今回ね。助立ちいたす。行くぞ。進め。で、方位でいいかな。行きます。進みます。ここはなんか援軍送ってくるのかな。送ってきたらここら辺から一気に攻め立てようか。で、織田信秀はもう虫の息だよね、多分。速報召しようか。全部解放お願いします。いや、これ血縁者のくせに。迫力が足んないんだよ。だからね。速攻手しよう。速攻手じゃなかった。10カード考えてくれ。しょうがない。間違えた。でも今月中には終わるからいいね。強行。方位にしよう。強行にしようかめんどくさい。どうせ。間違えた。一番上にできなかった。全部解放。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげで、勝つことができました。いいね。終わったね、これ。で、返そうか。この戦、勝ちはもらったぞ。はい、ということで、ノブも来たし、信秀とも道さんもね、来ましたね。ノブトラン帰ってきました。はい。ということで、はい。よかったかな。じゃあこれは返そうか。で、この辺だね、護衛しなきゃいけないのね。志果たさずして、賞は終えられぬな。参ります。参ります。45,000か。じゃあ大丈夫だね。15,000で。ちゅうのが多いね。じゃあ進めよう。志果たせぬか。二人死んだ。
告いたす。ご命令を。兵と歩兵で、手取りと、かしこまりました。この辺だよね。うん。かしこまりました。ああ、最下にいっぱい入ってた兵が。かしこまりました。ここにもいっぱい入ってるね。はっ。ここもあれだね。全然ボリューム足らなかったんだね。よし、じゃあいいかな、こんな感じで。はーい。じゃあね、ここら辺で、ね、攻めていこうかな。本願じゃ余裕かな。みんな、見事な戦であったな。そうだね、余裕で倒せるぐらいのね、兵を持ってってますからね。うん。ほい、91日。うん。いいね。山田さんと戦争したいけど、まだ、全然だもんね。朝倉とは、戦争はいいかな、やんなくても。うん。ポイントどうだろうね、勢力。28ポイント。まだまだだね。あと2話かかるね。2話、早くて2話だね。うん。俺さ、こんなあれするとさ、あれだよね。サムネさ、すごく適当に作ってるんだけど、最近。サムネで、この、あの適当なやつでもさ、そんなさ、25話とかってなったらさ、ね、アップロードまで考えたらさ、1時間ぐらいかかんだよね。は。あれはきついな。まとめでね、サムネとか作ってるからね。は。で、まとめてサムネアップロードしてるんで。それとやっぱりね、結構かかるね。開発。継続発展。かしこまった。じゃあこんなもんかな。進めていこうか。毛利と山田、参戦で。どっちが攻めてる？ああ、山田が攻めてる。この城もらい受ける。よし、そしたらあと何時だこっちは。徳田、うん、あと何時こっち、あと何時何時、あと49日。行ってもいいかな、こっち。行こうか。もう臨戦しちゃったんで行こう。相手にとって不足なし。助立ちいたす。そしたら、滅ぼしに行こう。14,000、8,400。ここだったら9,000、なんぼ。100,000、万、10万。アホ？ 10 万なんかいらないよ。3万も持ってけばいいでしょ。いらないよ。2万。進め。だから1万で出てくる。部分入場して。増えない。手を打とう。あ、1万6000いる。あ、部分入場して、こいつを入場させて、合流で。2万4000。ちょっと残って。進め。手を打とう。うちらのアセンダーユーザーよりね。ああ、帰ってった。手を打とう。じゃあそのままこっち行こうか。進め。報告いたす。
先月の終始でございます。我が策をお聞きください。じゃあ軍事とロングでいこうか。これにて表情を終えよう。これでいいかな。じゃあ、あとは、交渉の動き、これ取っとこうか。こんな感じかな。あ、ここら辺。あ、軍事ならばこれ取れるね。じゃあ、軍事進めとこう。13,000。勝てる。問題ない。で、あとこっちに、行こうか。24,000。32,000で来る。朝倉さん、出しすぎだよ。出陣するぞ。40,000で行ってあげますよ。そんな出してくるんだったら。じゃあ、進めていこうかな。ああ、でもあれだね。うん、ちょっと長くなっちゃうから、次行くと。ではね、第23話この辺でね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。